ダメだそんなこと。始めさせてもらうわ。やめてくれないか、堀北さん。あなたに止める権利はないわ。この話し合いは間違ってる。じゃあ何が正解だというの。私は堀北。ちょっと黙れ。平田君。いいか、全員聞け。今の話が本当か嘘かはどうでもいい。嘘なんだよ平田。俺は被害者だ。被害者？これだけの話が出て君が無関係なわけないだろ。彼だけじゃない。仲間を平気で陥れる君らのやり方には吐き気を覚える。投票日は明日。このまま無策で挑むとでも言うの？無策の何がいけないんだ。僕らにクラスメートを裁く権利はない。あなたは何を？君の存在がいけないんじゃないのか。こんな風に誘導し誰かを落とすやり方なんて認められない。綺麗事ね。すでに裏で綾野浩二君を蹴落とすグループが作られていたのよ。そう、それも最悪な行為だ。でもこうしてみんなを扇動するような真似とは違う。同じよ。何も変わらないわ。それに今ケツを取らなくとも私の考えは伝え終えた。そうだね。もうサイは投げられてしまった。だから僕は明日君の名前を批判票に書くことにするよ。僕は絶対に容認しない。ええ、好きにして。お前たちはこの試験を理不尽だと思うだろう。だが社会に出れば誰かを切り捨てなければならない事態は必ず訪れる。その時責任ある立場の者が鉄槌を下さねばならない。故にこの試験を単なる嫌がらせと捉えているうちは成長しない。今日の話し合いに私は一切口を挟むつもりはない。その上で明日よく考えて投票することだ。